ヘクソカズラ8月の22日やっていきましょう。もう22日か。夏休みはあっという間ですね。私は宗行君に言われた日を覚えていて、この日も名画座へ足を運んだ。今日の回ではヒッチコックの裏窓という映画を見た。ヒッチコックというのはなんとなく聞いたことがあるくらいだった。簡単に言えば、この映画は足を怪我して休業中のカメラマンが主人公。彼は自宅からカメラの、望遠を使って向かいのアパートの住人たちの様子を盗み見る。覗きを繰り返しているうち、いつも口喧嘩していたとある夫婦の姿が見えなくなり、ほう、めっちゃ気になると、こういうものだ。何度見てもグレース・ケリーは美しいな。そしてこの撮り方には目を見張るものがある。カメラは主人公の部屋から向かいを映している。そしてほとんどの場合においてこの部屋から出ることはない。これはある意味では主人公は我々と同じような立場に立っている。なるほど。つまり彼が観客であり、部屋の外が物語の舞台であるように。なるほど。それじゃあ演劇っていうのは一種の覗き行為とも呼べそうですね。無論そうだろう。彼らは観客たちを知らないということになっている。客いじりを入れる劇も多分にあるがな。そして裏窓においてはあらゆる小物を強調している点も挙げられるだろう。小物、序盤、ショットのたびに短く分かりやすい情報をぶち込む。つまり我々への説明なんだ。分かりやすい。これは尺の限られた映画という媒体によっては重要なことですね。例えば映画によっては正面同士に座ったはずのキャストの表情が我々に分かりやすく撮られている。対面しているはずなのに表情が見える。それはキャストが座る位置や目線をずらしているんです。そう考えると演じるというものは現実からかけ離れた虚偽の集合体のようなものでしょうね。すべてが観客への説得であるというか、稀に路上パフォーマンスを行う役者なんかもいる。ああいうのは舞台の垣根を越えて現実と虚偽を混同させる。案外舞台というものはステージに収まらないのかもしれない。だとすれば劇が提示した虚偽とは何なんだろうな。めっちゃ難しいこと話してる。例えば観客席も舞台だったとしたら、劇場の外も舞台だったとしたら、あるいは街全体が、ああフラッシュモブがそれに近いか。ああそうですね。あれは蚊帳の外にいる人間を一挙に強制的に観客に仕立てる一種の演劇ですね。二人が話しているのをまた始まったとばかりに周りは呆れて聞いているのだった。俺も見るか。グリフィスの散りゆく花。ああ終わったのか。いつの間にか夜になってる。花さん、よく最後まで付き合いましたね。そうね、私暇だから。千春くんって宗行くんとはよく喋るのね。僕誰とでも話しますよ。話が合わないやつ以外とは。それじゃあ私ってまだ気が合う方だと思われてるのかしら。そうですね、むしろユキさんより喋りやすいくらいです。本当に？花さんはいきなり暴れ出したり怒鳴ったり演説したり火星に帰りたがったりはしないですからね。なるほど。それはそうね。まああんまり引き合いに出されても嬉しくない理由ではありましたね。結局こんな時間まで残っていたのは
話し込んでいた二人と私だけだった。もしかすると、もう夕飯が終わって、私の不在にゆずるさんがイラついている頃かもしれない。あの人は、自分のことを棚にあげて、他人の素性に、素行に、口出しするところがあった。昨夜も睨まれたばかりだ。と、不意に、公園から何か話し声がする。話し声がするのに、それが一人分だったので、少々驚きながらも声の主を探した。誰？あら。足がない。どこ探しても足がないのよ。そういえば、こないだテレビで見たわ。体内に機器を取り付ける人がいるんですって。音楽プレイヤーを入れ込んで、いつでも曲が聴けるようにしたり、手を耳に当てて電話したり、近未来的よね。なんか目が怖い。それで思うんだけど、残りの手足に GPS ってのを仕込むってのどうかしら。迷子になっても連れて帰ってこれるじゃない？海外では犬っ子にチップとか、犬頃にチップとか仕込んだりしてるでしょ？それなら人間にも簡単に取り付けられると思うのよ。朽ちたベンチに座り、隣に標本の額を置いて、一人で話しているみことくんがいる。あれは一体何をしているんだろう。驚きを解消するために声の主を探したのに、より驚く結果になってしまった。ああ、あいつあれで寝てるんですよ。面白いでしょ。それで裸足なんですよ。寝てんの？ほんの近頃になってですけど、どうやら無遊病になったらしくて、この時間でもうたた寝をしようもんなら、自分の足探してあちこち歩き回ってるんです。怖い！墓を掘り返したり、ゴミ置き場あさったり。そうなの。なんだか不憫ね。君が悪いというかなんというか、正直霊よりもホラーですよね、あれは。辰木さんは気づいているのかしら。辰さんは気づいててもそうじゃなくても、ご勝手にどうぞって感じだと思います。無関心なんですよ。正確に言うと、わざと無関心にしてるって感じですね。そうやって放っておいて、逆に依存させる。あれは分かってやってるんでしょう。ほんと、悪い大人だな。まあ一番アホなのは本人なんですがね。結局、好き勝手されてるって気づいてないんですから。かもというかなんというか。起こしてあげた方がいいような気もするんだけど。それじゃ、起こしましょうか。いつまでもアホずらして寝ぼけてんじゃないですよ。千春くんは、つかつかとみことくんに近づいて、遠慮なくその頭を引っ叩いた。痛っ。え？なんかすごい痛いんですけど。おはようございます。寝るなら布団にしなさい。あれ、千春。状況が読み込めない。殴られたから？記憶喪失？ところで、なんでこんな時間から寝てるんですか？バカには昔の映画はつまらなかったとか？そういえば、千春くんってなんだか聡明なイメージあるわね。賢い方が嫌味っぽいでしょ？だからですよ。バカだけど頭良さそうに喋ってるだけです。賢く見せるためだけに、ガリ弁してる時もあります。わざわざそんな言い方しなくても。お言葉ですけど、他人に好かれない方が人生楽ですから。人間にとっての一番の怠惰は、孤独です。巫女みたいなバカ丸出しのおつむ、弱々ぶりっ子の相手しているタツさんは、本当に悪趣味で、無駄な労力使ってますね。めっちゃ言うやん、本人起きたのに。はぁ？ばっかじゃないの。嫌われるのが怖くて、自分から嫌われ者を演じてるだけの道化者のくせに、
道化役者のくせに。そのくせあざみとか客にはいい子ちゃんぶってさ、今さら猫かぶって誰かに愛されようだなんて都合がいいと思わない？お前みたいなのカウンターアイデンティティって言うんだって。こないだ小町に教えてもらったんだ。自分から嫌われる道を選ぶやつなんか弱っちすぎて目に余るよ。めっちゃ言い合うじゃん。裸足のやつにそんなこと言われても全然響きません。うわ、ほんとだ、なんで裸足？なんか足痛いと思ったら。靴か肩貸してやるから早く帰ったら。いらない、自分で帰るし。嘘、やっぱ美花助けて。うん、わかった、支えてあげるわ。僕の行為はそうするですか？まあ別にいいですけどね。あ、じゃあ千春くん標本持ってくれる？あれ、僕これも持ってきたの？運ぶのはいいですけど、僕が触ってもいいんですか？それ。別にいいけど。そうですか、じゃあこれ運びますね。何お前、優しいところを見せて寛大な自分を演出しようとしてない？バレますか？バレるよ、そりゃ。バレちゃしょうがないですね。蹴って運んでいいですか？手のひら返しがえぐい。なんというか、千春くんはひねくれ倒しているようだけど、彼なりの処世術なのだろうか。私は美琴くんを駄菓子屋へ送り届けた後、千春くんとも別れて屋敷へと戻った。怒られるのかな。あら、おう、お前どこほっつき歩いてたんだ？ちょっと用事ができて。どうしてここにいるの？いやちょっとな、チャリが壊れて。縄田屋の自転車だけどな。 A 君の？もしかしてゆずるさんが自転車直してあげてるの？直し方教えてくれって言ってんのに自分がやるって言うから。教えるとかめんどくさい、直すより手間。あ、しゃあねえな、じゃあ頼むよ。まったく、便利屋じゃないんだぞ俺は。文句を言いながらもあれこれやっているゆずるさんの姿を見ることにはもう慣れてしまったような気がする。そういえば今日は会に A 君の姿がなかった。 A 君今日いなかったわよね。確かあいつは猿沼に行くって言ってた。猿沼？ダンダラの祠があるところだ。一体何の用事があってあんなとこ行くんだよ。祠は用がないなら禁足地だぞ。まあ釣り？釣りをしてるって言ってたような。釣り？あんな沼で？いいじゃないか、趣味なんだろ。いいからあいつが帰ってくる前に直してくれよ。絶対ネチネチ言われる。それが頼むやつの態度か。へいへい、すんません、お願いします。ゆずるさんって文句言いながらもいろいろやってくれるわよね。そこはいすずとは似てないんだよな。あいつはやらないって決めたらやらないし、やるって決めたらやる。確かにそうかもしれない。何でもはっきり言うわよね。そんなイライラすんなよ。うるさいな。おいドブネズミ、そこのスパナ取れ。スパナ、早くしろドブ。そっち残したら俺水路になっちゃうだろ。これか？合ってる。今何やってんだ？ネジの緩みを見てるだけだ。あー、やっぱ聞いてもわかんねえや。じゃあ黙ってろよ。部屋の中で待つ？いやいいや、こんな時間だしな。上がるのも悪いだろ。ゆずるも悪いな。本当ならこんな時間に来るつもりはなかったんだが。いいよ、もうどうせあとは風呂入って寝るだけだ。
あ、やっぱりもうご飯終わっちゃったのね。遅くなってごめんなさい。飯、ラップかけてあるから。うん、ありがとう。お前、中入らないのか？見てたらダメ？はあ？こんなもん見てて何が面白いんだ。いいじゃない、別に。じゃあ勝手にしろよ。言われなくても見肌は勝手にするもんな。そうね、好き勝手放題よ。開き直ってる。お前らはいつも好き勝手自分勝手だ。俺も一緒に一緒くたにされるのか？当たり前だろ。お前は勝手に修学旅行行ったり宅配業者呼んだり、それに他人の言うことを聞かないし、していいとも言ってないことばかり独断でやる。お前は人を集めようとするくせに協調性がない。むしろ排他的だ。あ、排他的。俺が？そうだよ。排他的で、独善的で。独善的。いや、そんなはずはない。調整終わったぞ。ほら、これでいいだろ。ああ。ゆずるさんはかったるそうに屋敷の中へ戻っていった。宗行くんが動揺している理由は、なんとなくわかっている。独善的ね。彼は独善的と言われると、きっと無性に不安になるのだろう。こないだ美琴くんが言っていたように、彼は誰かを救うことに対して躍起になっていて、それが使命だとすら感じている節があるから。あの、宗行くん？ああ、あいつに言われると一兆倍腹が立つような。ゆずるさんは独善的という言葉を体現しているようなところもあると、おそらく私たちは同じく思っている。しかし彼にそれを指摘したところで、ケロッとしてそれが何かという態度を取るだろう。彼はむしろ独善的なことに、何これ、すら持っているようにも感じた。たまにはあなたも振り切れた自分勝手になってみたらどう？それは自分が許せない。立ってるだけで他人に迷惑かかるんだからな。自分勝手な方がよほど扱いやすいくらいに。ばあさんが俺と同じ病気だったらしいんだ。どうにもならないくらいイカれちまって病院に収容されたが、結局そこから帰ってくることはなかったよ。足も不自由だったし、そのくせに車に乗りたがってよく人っちり突っ込んでいったら怖っ。小さい頃は怖かったんだ。虚空を見て話すばあさんが同じ人間だとは思えないくらいに。それがなんで。まあ仕方ないか。狭い保護室から出て、そこがまた檻の中だった時に俺はやっと何もかも理解した。宗行くんはそう言い放し、言い残し、自転車をゆっくりと押しながら歩いて帰っていった。その背中は見るからにしょげ返っている。彼のことももちろん心配だけれど、 A 君が一人で釣りをしているというのも少し妙に思った。いつも彼は研究会に来ていたし、宗行君のことを誰よりも気にしているようだったから。そうだよね、その宗行君がいる場に来ないっていうのは珍しいですね。いすずに聞いてみると、猿沼は共同墓地への途中で道を降り、少し歩いたところにあるようだった。え、行くの？行かなかった。